ないかな。後輩としてのラブロマンス。スケリッコー。ハッピーバレンタイン。なぜここまでして戦いを求めるのか。きっと深い意味があるに違いない。初音ミクの戦いはまだまだ続く。明日になればチョコレートが半額だよー。キュルル。服を交換したらシブリンがアイドルみたいになったよー。